モリーファミリーよっちゃんです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画ではモリーファミリーが普段撮影に使用しているカメラのご紹介をしたいと思います。あとカメラ以外にも三脚とかカメラをこう取り付えたりとかするときに結構便利に使えるようなアイテムも一緒に併用してるんで、どういう感じでこう普段撮影をしてるのかっていうのも合わせてご紹介できたらいいなって思います。では早速いくぞ。ご紹介するカメラはこれ、ソニーの α6600 っていうミラーレス一眼カメラになります。 APS-C というサイズになりまして、比較的コンパクトなカメラになってます。私はそんなに手大きくない方なんですけど、こうしっかり持った時にホールドできるので写真の撮影とか動画の撮影がとてもしやすくて便利に活用しているカメラです。モーリーファミリーではこの α6600 にシグマの F1.4-16mm という単焦点レンズを取り付けて撮影することが多いです。これ以外にもう一つレンズがあるんですけど、それは後ほど改めて紹介したいなと思います。このレンズなんですけど、単焦点レンズなのでめちゃめちゃ明るく撮れるんですね。最近はコロナの影響もあってなかなかに外出ができないので、室内で動画をいくつか作って YouTube で配信させていただいたんですけど、その時使用したのはこのコンビで撮影しました。このレンズは単焦点なんですけど、重さが 500g ぐらいしかないので、とても軽くて写りも良くてモリーファミリーの撮影では大活躍してくれてるレンズです。しかもね、安いんです。4万ちょっとぐらいで今発売されてると思います。この本体がだいたいバッテリーとメモリーカードを入れて 500g ぐらい、こっちのシグマの方の F1.4 の単焦点レンズもだいたい 500g ぐらいです。合わせて 1kg ぐらいなのでそんなに重くないんじゃないかな。実際まあ1日撮影で持ち歩いてても全然疲れたりしないので、このコンビはとってもおすすめです。α6600 からバッテリーのサイズが大きくなったんですね。フルサイズカメラと同じバッテリーになって、ちょっと出してみますけど、 Z1 というシリーズのバッテリーになって大容量化しました。だいたい動画が2時間から2時間半ぐらいは連続で撮影できるようになって、写真とかだと全然これ1本で丸1日持ったりします。USB の給電、充電にも対応してるので、三脚において長時間撮影するって分かってる時は、モバイルバッテリーとかを持って行って、そのモバイルバッテリーから給電しながら撮影するようにしています。撮影してない間にバッテリーにそのまま給電もしてくれるので、結構ワンオペで撮影する時には重宝してる機能の一つだと思います。手ブレ補正が本体でできるようになりました。撮影するときに便利だと思います。こう先行してレビューをされてる YouTuber さんも結構おっしゃってるんですけど、この α の手ブレ補正は写真だとすごく効いてて便利なんですけど、動画だとパナソニックの GH5 とか GoPro とかに比べるとどうしても心もとない。ないよりは全然いいかなっていう感じで使用してます。しっかり歩いて撮るとか、ちょっとこう動かして撮ろうっていう時はジンバルを併用して撮影するようにしています。もう一つうちではレンズを使ってまして、そのレンズがこちら、ソニーの1655G という純正の標準ズームレンズになります。このレンズは F2.8 っていう明るさで、手前の 16mm から55までの間で同じ明るさで撮れるレンズです。めちゃめちゃ明るくてボケも綺麗に出ますし、とっても活躍してくれてるいいレンズです。ちょっと重いんですけど、 F2.8 っていう明るさだが 16mm から 55mm までずっと同じ状態で使えるので、撮影してる時に広角から望遠に行っても明るさが変わらないっていうのが大変重宝してるレンズになります。室内で撮る時は明るさが欲しいので、最近はもうこのシグマを使うんですけど、調理してるシーンとかでちょっと遠くから寄りたいなとか、望遠側の方の絵が欲しいなっていう時にはこっちのレンズに入れ替えて撮影してます。ですので私たちはこの α6600 にこの 1655G のズームレンズとシグマの F1.4-16mm のレンズを併用してます。このカメラは
APS-C サイズなので換算距離がだいたい 1.5 倍ぐらいになりますので、 16mm だと、フルサイズ換算 24mm ぐらいで撮影することができるので、ちょっと広角気味に映ります。こっちも同じく 16mm からスタートするんで 24mm のだいたい75ちょいぐらい55mm の 1.5 倍なので、だいたい標準的なサイズの画角で撮影することができます。こっちの方はね、 24mm からだいたい 75mm なので、広角からちょっと望遠までをカバーしてくれるレンズになります。今後写真とかもちょっと本格的にやっていこうかなって思ってますんで、もう少し焦点距離の長いレンズも欲しいなって思ったりはしてます。私たちはマイクを取り付けたりとか、ちょっと暗い時にライトを取り付けたりしたいので、この α6600 の外にスモールリグさんの専用のケージ、このパーツを取り付けて使用してます。ケージをつけることで、ここにこうマイクとかを取り付けられるアダプター収容のこう部分があるんですね。こっちにもあって、ここにマイクつけたり、ここにマイクつけたりして、まあこっちライトとか、そういう使い方がこれ一つでできるのでとても便利です。この α6600 はバリアングルモニターっていうのになっているんで、こう自撮りをするとき上に上げて撮るんですね。こんな感じです。ここにもともとついてる、マイク周にこうマイクを取り付けちゃうと画面が見えないんですね。こう横に逃がして、ここにマイクを取り付けて、まあ、自撮りするときにマイクを乗っけて自分で画面を見ながら撮影するっていうことができる便利なケージになります。これがオフィシャルストアでだいたい4600円ぐらいだと思います。そんなに高くないので、もしよかったらこの一眼レフのアルファ使ってらっしゃる方はセットで使ってみていただけると便利になるんじゃないかなって思います。あとはですね、この三脚、実際こう料理を撮ったりとかレビューを撮ったりとか、今こう撮影している状態でもそうなんですけど、こういう時はまあしっかりした三脚を使うんですけど、卓上でちょっとしたものを撮りたいなっていう時はやっぱりこのちっちゃい三脚が便利なんですね。この三脚はマンフロットっていうメーカーの三脚になって、こう卓上とかで使ったりするのにとても便利な三脚です。例えばこんな感じで置いて、こう撮りたい時とかですね、この上の雲台部分がこう好きな位置に変えられるので、結構こう見上げたりとか、まあ見下ろしたりとか、あとこういう撮り方もできるので、まあ、写真で縦撮りしたいなっていう時とかにこの三脚一つで済むのは結構便利です。比較的これ一個で手持ち撮影はこなせちゃうので大変便利な三脚です。これは Amazon で買ったんですけど、まあ、大体どうだろう、3000円前後で買ったと思います。ここにスイッチがついてて、押すと足が伸びるんです。こうすることで、私は自撮りをするときにちょっと伸ばして撮ると距離を稼げるので、あんまり近いと顔しか映らないみたいな時が起きちゃうんですけど、この三脚の足を伸ばして撮ることでちょっと引きで撮影したりするっていうこともできるので、とても重宝してます。こうして足を広げておくことで、先は閉じてたのでこう横の縦撮りをする形にするとこう倒れちゃったんですけど、足を広げておくことでこう広がって支えられるので、まあ、この状態だと倒れずに撮影することができるようになります。さらにこの三脚なんですけど、ここに足の広さを変えられるスイッチがついてて、左側にすることで足がねもっと広がるんです。こんな感じで縦撮りすると多分カメラ大きいと地面に当たっちゃうんで、縦撮りの時はあれなんですけど、ちょっとカメラが重いなっていう時とか、若干傾いてるなっていう時とか、バランスが悪かったりすると、こうやって足を広げておくことでしっかり支えてくれるようになります。これもねとっても便利な要素の一つなので、よかったらこの三脚も試してみていただけたら嬉しいです。それではどんどんご紹介していこうと思います。次はマイク、これですね。収録する時のマイクはゼンハイザーっていうメーカーの MKE600 というマイクを使用することが多いです。このマイクはこう単一指向性っていう前から来る音だけ拾うようにできているので、話し声とか今映ってるところの音を的確に撮ってくれるっていうのが大変便利なマイクになります。このマイクにアルファに取り付けられるようなピンコードに変換するケーブルを取り付けて、
で、ここですね、ここの位置にマイクを取り付けて、でこのピンをカメラのこのマイク端子の赤いところですね、ここに赤いのがあるんですけど、この赤いところに挿して使用します。で室内だとこのままでも全然いいんですけど、声の息とかノイズとかができるだけ入らないように風防を取り付けて撮影してます。このイメージですね。なんか一気にそれっぽくなったでしょ。この状態でキャンプ先で撮影してます。このマイクになってからもうね、音がめちゃめちゃ良くなって、これまでは iPhone に外付けの USB のマイクをつけたりとか GoPro の音声で拾ってたりしてたんですけど、どうしても声がちっちゃかったりとか聞こえづらかったりしてたので、このマイクを導入するようになってからそれなりに声もしっかりと聞いていただけるようになったんじゃないかなと思ってます。ホワイトノイズって言ってマイクの音のうちこうジジジっていうようなノイズが一緒に入ったりするんですけど、ノイズはだいぶ減りました。てかほぼ感じない。編集するときにノイズを除去する必要とかがなくなったりとかして、効率アップにもつながって音質も良くなって画質も良くなり、この単焦点レンズは F1.4 っていうものすごく明るく撮れるのでむちゃむちゃボケるんですね。でボケが綺麗なんですよ。そういう部分でこうボケのある映像も撮れるようになり、年明けか年末年始ぐらいから少しずつ動画の方のクオリティも上げていけてるんじゃないかなって思ってます。さっちゃんと2人で分担して撮るんですけど、撮ってる時はどっちかが1人で撮影するみたいなことが多いので、これらのパーツに合わせてこれですね、 Bluetooth のリモコンを併用してます。 α6600 は携帯のアプリからでも操作ができるんですけど、こう動きが重かったり遅かったりするんで、普段撮影するときはこのリモコンを使用して撮影するようにしてます。動画も写真も対応してて、ここにスチルとムービーっていうスイッチの切り替えるところがあって、これを切り替えることでこのメインのスイッチが写真を撮ったり動画を撮ったりっていうのを変更することができます。ここに AF オンっていうボタンもあって、このボタンを押すことでピント合わせが撮影ボタンを半押しした状態と同じ動きになってくれて、ピント合わせもしてくれます。位置だけ決めてしまえば撮影のオンオフは基本的にこのリモコンでやっちゃいます。一人で撮影するときにはこのリモコンが結構便利です。室内で動画を撮るときもオンオフをするのに毎回立ち上がってスイッチを押すとかをしなくても、このリモコンを横に置いとけばピッピッと押すと撮影開始終了ができるので、大変便利なアイテムの一つだと思います。